こんにちは。今日はお友達のめめさんのこちらの紹介と、あと最近メモを結構大量に購入したのでそちらの紹介になります。まずこちらのめめさんの新作、めっちゃ可愛いんですよ。これをね、開封していきたいと思います。これすごい可愛い。これあのリボンにこのドットの、これマステですかね。これすごい可愛い。あの毎回そうなんですけど、もう今回のめちゃめちゃ可愛いんですよ。でね、こういう可愛いおまけがついてます。可愛い。あ、やっぱりこのドットのマステなんですね。これすごくいいですね。これ可愛い。これは何だろう。これ可愛い。こちらがカードですかね。ちょっと厚みがある感じ。サンキューカードかな、これ。このクマさんとかすごい可愛い。手裏もです。これ、ホーユーって書いてある。可愛いですよね、これ。これはカードですね。はい、まずこちらと、こちらのメモですね。メモがめちゃめちゃ可愛い。可愛くないですか？もう私、めめさんのメモが大好きで、もうこれをこのまんま袋の蓋とかに使ったりしてんですけど、今回のすごい、今回のもですけど、結構厚みのある、厚みのあるペーパーで、これ桜ですかね、後ろ。スプリングって書いてある。可愛い猫ちゃんがゆっこり。あ、これはめっちゃかわいい。このままの素材として使うのもいいし、まあ、メモとして使っても、あと切り取って、いや、めちゃめちゃかわいい。もう花柄大好きだから、はい。まずこちらの女の子と、でこちらも猫ちゃんです。こういうワンポイントのエージがいいですね。あ、キャットって書いてある。キュートキャット、マイキュートキャットちょっと英語読めないけど読んでみました。読まない。かわいい。これも普通にコラージュに使えますね、こうやって。いや、大好きですね、この大好きな。ピンクと花と猫とかわいい女の子。いや、かわいすぎる。こちらです。あー、綺麗。これカーネーションですかね。母の日に、ね、良さそうな。カーネーションだ。で、これも絵描いてある。こうやって見ればね、内容がちょっとわかるんですけど、読めないです。あ、でも素敵です。あ、プレゼントもあるから、母の日イメージしたのかな。なんて私が推測しちゃいけないんですけど。で、こちらです。こっちはワンちゃんです。あら、なんかちょっと大人っぽい女性ですね。ここにもね、書いてあります。シャボン玉あったり、わー、めっちゃ素敵です。いや、今回のもすぐなくなっちゃうな。本当にいろんな、使い方をしてるので、本当に、袋のね、蓋に使ってみたり、コラージュに使ってみたり、はい。で、続いてが、そう、今回デザインペーパーもめちゃめちゃ可愛いんですよ。まずこちらの素材シートですね。可愛すぎる。あ、見てください、この花柄のタンブラーとか。いや、可愛い。クマさん、可愛すぎる。なんかもうめめさんのイメージですね。めちゃめちゃ可愛い。はい。もう全部使います。はい。まずはこちらの素材シート。デザインペーパーがめちゃめちゃ可愛いんですけど、やばくないですか、これ。私これ額縁に入れて飾りたいです。
インスタとかでね、もう新作ポストされてて、いやもうこの手元に来た時のめちゃめちゃ可愛い。これすごい可愛い。私こういうね、部屋のこういう家具が好きなので、うん、そこに女の子いて、いやまあこれはこのまま使いたいですね。うん、こういう風にするとかじゃなくて、ちょっと何か、うん、考えて作ります。あ、裏がそしてこちらのバラです。そっか、裏も素敵ですもんね。どう使おうって、うん、かわいい、いいな、こんな部屋に住めたらって思っちゃうね。え、こんな花柄の壁紙があって素敵です。なんだろう、憧れもあるから私こういう家具が好きなのかな。いや、めちゃめちゃ可愛い。はい、まずこちらです。で、続いてもじゃーん、素敵すぎる。あ、これまた違ったカーテンで素敵。あ、ワンちゃんがいるね。え、今すごい考えてるんですけど、何作ろうって、もうこのまま使いたいですよね。うん、で、後ろがね、これすごい私好きですね。いや、後ろも使いたい。これもコラージュがしてあるので、ちょっと付け足してなんかやりたいな。あ、これは素敵ですね。いや、かわいい、かわいすぎる。はい、こちらですね。続いてこちらです。あ、これもね、すっごい可愛いんですけど、わかります？このちょこっとクマちゃんがいて可愛い。この色合いもいいですね。ホワイト、またこの英語、うん、素敵です。いや、めちゃめちゃ素敵です。本当にこのところどころのパールもいいですね。で、後ろがこんな感じです。後ろにもこういう英字、これが花びらなのかな、レース、とにかくめっちゃ可愛いです。本当に可愛い、うん。で、続いてこちらですね。これはバラ。いや、もうほんと全部素敵。後ろもバラです。あ、この立体的なバラですね。私あんま作家さんのねことはよう全然わからないんですけど、これはめめさんがこうやってデザインされたんですよね。素敵ですね、本当に本当にめめさんって感じでうん、いや、めっちゃ可愛い。いや、どうしよう。今ね、見ながら何か作りたいって考えるんですけど、いや、もうどうしよう。このね、ペーパーはまず切りたくないから、うん、このまま使いたいけど、この女の子を切り取って素材としてもめちゃめちゃ可愛いですね。うん、ありがとうございます。本当に素敵です。はい、いいですね。はい、まずはめめさんの新作ですね。こちらのコンプリートセットですね。コンプリートセットはもうすぐに完売しちゃったですよ。はい。ただちょっと多分この動画が上がるのが、うん、今撮ってる時より結構前後になっちゃうのでわからないんですけど、一応ね、めめさんのミンネの概要欄はリンクに貼っとくので、はい、気になる方は次回の参考にしていただければなと思います。はい、続いてもミンネの商品の紹介なんですけど、続いてがリズテッドさんですね。こちらのリズテッドさんで、メモをね、いろいろ買いました。結構大量に。これね、ちょっとセール品でお安くなってたんですよ。はい、見ていきますね。こちらがレトロガール。レトロガールと、で、アニマルローズ。名前からして素敵じゃないですか。
アニマルローズ。で、こちらがテディベア。はい。ミズテックさんのミンネで購入したんですけど、これがね、全部セール品でね、すごいお買い得で買ったんですよ。なので、ミズテッドさん他にもね、いろいろ、セール品とか、まあ、セール品じゃないのも可愛いの多くて、じゃあ、リズテッドさんも概要欄にリンク貼っとくので、はい、参考になればなと思います。で、こんな感じですね。もう袋、多分全部同じ柄なので、袋から出さずに見ていくんですけど、柄は全部同じですね。はい。で、今から紹介するのがレトロガールですね。こちらです。かわいい。ワンちゃん。レトロガール。ワンちゃんなんですね。あ、これすごいかわいい。このバレリーナの女の人とこの後ろのチェック柄がいいですね。で、これ全部A7 サイズのメモですね。で、こちらです。こちらです。で、こちらです。かわいい。リズテッドさんもハマって、うん、デザインペーパーとかがなんか物語のような、本当にかわいいんですよ。ただ今回はね、メモ、前回紹介して無印の引き出し、A7 のメモがぴったりだったので、そう、それでね、A7 サイズのメモが欲しくて、はい、今回大量に買いました。はい、こんな感じで、これがレトロガールですね。かわいい、なんかすごい。いっぱい増えて嬉しい。はい、まずレトロガール。続いてがアニマルローズですね。これね、すごいしっかり梱包してくれて、このクリアファイル、すごい。クリアファイルに挟んでくれてました。あ、かわいい、このアニマルローズ。はい、こちらです。めちゃめちゃかわいい。あ、リズテッドさんだった。私、友達にこれいただいたことがあって、うん、すごいかわいい。どなたのだろうと思ったけど、リズテッドさんのだったかもしれない。このね、カップとかもすごいかわいいですね。いや、めちゃめちゃかわいい。あ、やっぱり、うん、ブルーベリーでね、ローズって名前があるからローズがあるのもいいですね。かわいい、かわいい。リズデッドさんだったんだ。ちょっと今思い出しました。うん、ヤンコちゃん。あ、アニマルズだからね、いろんなアニマルとバラ。え、すごいかわいい。これもそのまんまなんかに使えるし、メモとしても使えるのでいいですね。かわいい。他にも、あ、これかわいいと思ってると、もう売り切れだったんですよ。うん。ちょっと見るのが遅かった。でもほんとね、リズテッドさん、かわいいのばっかりだから。はい、こんな感じで、こちらが、アニマルとローズですね。いや、めちゃめちゃかわいい、ローズ。で、最後がテディベアですね。はい、こちらは全部クマちゃんです。あ、かわいい。すごい。コラージュもしてあって、うん。かわいい。はい。これはメモとしても使えるし、これも素材としても使えそうですね。最近はメモと言ってももう素材として使えるようなのがばっかりですよね。あ、これすごい好きですね。こういうの。で、こちらです。虹がある。あ、かわいい。と、こちらです。で、最後、こちらです。はい。すごい大量にメモが増え、そう、私デザインペーパーが好きなので、デザインペーパーはね、すごくよく買うんですけど、メモってあんまり買ってないなと思って、そう、だから、なんかお裾分けするのにメモ欲しいなと思ってたので、はい。
でも最近のメモはもう素材としても使えるのでいいですよね。うん、可愛いし。こちらリチュテッドさん、おまけもね、入れてくれたんです。こちらもね、メモを入れてくれました。こちらと、さっき入ってなかったやつですね。かわいいうさぎさんと、こちらのテディベア。かわいい、ありがとうございます。すごい、こんなたっぷりおまけ。ありがとうございます。はい、今回は A7 サイズのメモを大量に買ってみました。他にもね、すごい迷ったのあったんですよ。たまにね、やっぱりチェックしに行くといいですね。うん、セールとかやってたので。はい。今回はめめさんの新作のコンプリートセットの紹介と、あと今回、リズテッドさんですね。リズテッドさんで A7 サイズのメモを大量に買ったので紹介してみました。はい。次回の参考になれば嬉しいです。で、めめさんとリズテッドさんは概要欄にリンク貼ってあるので、はい、気になる方は見てください。はい、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。